こんにちは、ブルーホースです。今日も人生相談に乗りながらバイオハザードブレイクをやっていきたいと思います。と前回はね、第2ステージをクリアしまして、ちょっとホラーパートだったので、ね、苦手な方にとってはすいませんでしたっていうところなんですが、でも今回はまあ普通にちょっと3作編プラス、まあ、第3ステージに乗り込んでいくっていうところでね、やっていきたいと思います。ということで、まずはね、質問に答えていきたいと思います。あ、質問答えじゃない、質問に読み上げていきたいと思います。はい。なんとなく気になる資格や分野の勉強をしようと思うのですが、なかなかやる気になりません。具体的な目標や期限を決めれば取り組みやすいと思うのですが、それを使って何かしたいというより純粋に学べればいいと思うので、目標もなかなか決められません。好きなことならそれでもやる気になるのかもと考えると、じゃあこれは好きなことではないのかとよくわからなくなります。果たしてこれは好きでやりたいことと言えるのでしょうか。またそれでもやる気が出ないときはどうすれば取り組みやすくなるのでしょうか、ということですね。はい、ありがとうございます。ご質問いただいた方ね。うん。なんかね、こう、いろいろとこう勉強しなきゃいけないなとか、こういう知識を習得したいなっていう気持ちがある一方で、でもいざ、なんか、例えば教科書揃えてみましたとか、YouTube 見始めてみましたってなった時に、結構、なんか、まあ難しくなって、まあ別にいいかって、おお、なんか落ちた。っていう気持ちになって、なんかだんだんやるのが難しくなってくるタイプっていう人って結構いると思うんですよね。まあ僕もそれが結構あって、まあ、結構なんて言うんでしょうね、こういうこと始めようかな、ああいうこと始めようかなと思ってやってみるんですけど、始めてみたら始めてみたで、なんかだんだんね、ちょっとめんどくさくなってやらなくなるっていうことって、僕も経験はあったりします。で、まずこの質問を読んで思ったことが、好きなこととその目標を決めてやることっていうのがごちゃごちゃになっている気がするんですよね。で、重要なのはそれを切り分けるっていうことをまず作業としてやった方がいいと思います。うん。で、好きなことでこういうことを勉強したいな、こういう知識をまあ個人的に身につけたいなと。例えば、僕の話でいくと、恐竜とかがすごい好きで、恐竜とか、まあ日本史がすごい好きで、そこら辺の話とかだったら、なんかもう無限になんかどこかで使うとかそんなこと関係なしにずっと勉強してられるんですよね。うん。で、一方で資格の勉強とかっていうのは、例えばまあ簿記とかね、なんか技能士とかなんとか検定みたいなことをまあ勉強したりとかっていう人がいると思うんですけど、それをなんか好きで勉強してる人っていないと思うんですよ。多分その資格を取ることによって就職とか転職に関してちょっと有利な立場で働きたいとか、まあ、それからなんだろうな、まあその資格を持って新しく仕事したいとかね、まあチャンスを見つけていきたいとかっていうことなので、だから好きで日本史を勉強することと、日本史を使って何かしらのその資格の勉強につなげていくとか、まあなんだろうな、日本史検定とかね、そういうのを受ける人とかだったらまあ別かもしれないんですけど、まあそれをなんかで、ね、その仕事云々とかに結びつけていく人って多分いないと思うんですよね。だからまず好きな分野の勉強をするっていうことと、目標を決めて資格とかの勉強をしていくことっていうのを切り分けて考えるっていうことが大事になるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、そこがごちゃごちゃになっていないかどうかっていうのをまず見つめ直してみるっていうところからスタートしてみてはいかがかなというふうに思います。はい。で、あとで、仮にその好きなこととかであれば、まあ好きなこととその目標を決めてやることの大きな違いってどうやってやったらいいのっていう話なんですけど、まず好きなことっていうのはとにかく没頭できることですね。時間を忘れて、なんか気づいたら、あ、なんか朝8時から勉強し始めたけど、気づいたらもうなんか夜なってるわとか、夕方なってるわとかっていう風に、時間を忘れて、なんかどれだけ勉強して、どれだけ時間を使ったとしても、体力を使った感覚がないっていうことが大事ですね。うん。そういう環境に慣れてるかどうかっていうのが一つ重要になってくるというところです。それからもう一つは、その目標を決めてやるっていうのは、何か得るものがあると、うん、これを達成することによって、例えばその資格がゲットできるとかね、仕事の、まあ、ステップアップにつながるとか、っていうふうに何かにつながるものっていうのは、そういう切り分けをしておくことっていうのが、まあ、大事になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。だからそこら辺が、まあ、結構混在している人については、いるんだっけ、ここ。そこら辺がね、混在している人に関しては、まずは、時間をかけても、
苦にならないし、いくらやったところで疲れないっていうことが好きなことで、目標を持ってやるっていうことは、それをクリアすることによって何か得られるものとか、価値を感じるものがあるということ、まあ、そこがあるかどうかっていうので、好きなことと、目標を持ってやることっていうのをまあ切り分けて考えてもらえたらいいかなっていうところですね、うん、であとはそうですね、ちょっと待ってくださいね。そうそうそう。で、やる気が出ないときはどうすれば取り組みやすくなるでしょうかっていうことなんですけど、これに関しては、答えとしては非常にシンプルで、モチベーションってどうやって出せるかって知ってますかね逆質問。答え返ってこないのに逆質問してみるっていうところなんですけど、そう。正解は、モチベーションって、習慣化できてるかどうかなんですよ、ポイントは、うん、習慣化さえできていればモチベーションって維持されるんですよね。なんか例えばモチベーションがあるかないかっていう、そういう究極的な話とは、若干ちょっと紐づきにくいんですけど、歯を磨くとかご飯を食べるとか、なんか顔を洗うとかって、皆さんやる気めちゃめちゃあってモチベーションやって高くやってるかっていうと、決してそういう人って多分いないと思うんですよね。うん。なんか、おっしゃ、今日も歯磨くぞ、ガリガリやるぜとか、なんか、一生懸命ご飯食べて、もう栄養補給して、バリバリ一日働くぞみたいな人って多分いないと思うんですよ。でも、毎日ね、持続してやったりしてますよね。ちょっと待って、270917ね。と思うんですよ。うん。ところが、急にその勉強とか、それからなんか仕事のこととかになると、なんかモチベーションを高めなくちゃいけないとか、維持しなくちゃいけないとかっていう、そういう気持ちが芽生えてくる人っていうのがたくさんいらっしゃるんですが、で結局はどれだけ習慣化して、その勉強することとか、なんていうんだろう、目標達成に向けていろいろと動くこととかっていうことについて、意識しなくてもできているかどうか、要は習慣化できているかどうかっていうことなんですよ。だから習慣化のテクニックっていうのを身につけていくっていうことが、やる気を出さなくてもできるようになることの、一つ大きなポイントになってくると思います。で、習慣化に関しては、僕が別の動画で、なんか、例えば20秒ルール、物事を始める前に20秒以内で始められるような仕組み化をしてしまいましょうとか、それから、イフゼンプランニングって言って、なんか、行動と行動を結びつけてしまう。例えば、朝起きたら家のカーテンを全部開けるみたいな風にして、もう体を無理くりにでも動かすような環境を自分で作ってしまうというような、そういうことをやってしまったら、別にモチベーションを上げること、やる気を出すことっていうのが必要なくなるんですよね。やる気を出さなくても、体が勝手にそれで動くようになってくれるんで、自然と、勉強を始めるとかね、そういう感じになると思いますんで、そういう意味では、まずは好きなことと目標っていうのをきちっと切り分けてやりましょうと。で、何か得られるものがあれば、それは目標ですし、何時間もやって没頭して苦にならないとか、疲れを感じないということであれば、それは好きなことなので、好きなことの、好きなことと目標っていうのをまず切り分けてやっていきましょうと。で、目標に関する話でいくんだったら、そのモチベーションを高めてやらなくちゃいけないっていうのは、そんなのも一切無視して、無視してっていうよりは、モチベーションを維持するために習慣化を心がけてやっていきましょうというところですね。うん。そのあたりがね、結構重要になってくるんじゃないかなと思います。そっか、こっち行けないのか。ここってもう、もういるんだ。羊じゃん、ぼっこ。というところですね。はい。答えになっているかどうかっていうところなんですけど、そのあたりじゃないですかね。結構ごちゃごちゃになっている人がね、結構多かったりするんですね。こんなことやりたいと、それからね、よくね、ごちゃごちゃになっているパターンが、目標っていうかね、やりたいこととできることっていうのが、混在している人が結構多いっていう印象がありますね。うん。そう、こういうことやりたいんだよねっていうと、自分ができるっていうことがあんまりマッチしてない。でもなんかそれがやりたいことイコールなんかできることっていう風に結びつけてしまって、なんかうまくいかないんだねですよねっていう風に迷ってしまってる人とか、悩んでる人とかもいるんで、やりたいこととやれることっていうのが混在しないようにも、また考える必要があるところですね。だからそのあたりがどうやって見つければいいかっていうのなんかは、ぜひね、僕のコーチングなんかも受けてもらえたらいいと思いますね。
というところですね。はい。まあ、ちょっとね、若干ごめんなさい、宣伝もさせていただいた上でですね、次の質問に行きたいと思います。また同じところに戻ってきてる質問だな。はい。じゃ次なんですけど、はい。次は、日によってエネルギーの総量が違うことがあります。朝起きた時にいけると思う日や、起きた瞬間から今日はやばいなっていう感覚があります。集中できる日とそうでない日の違いはありますかっていうことなんですが、これ当然ありますね。はい。朝起きた瞬間に、例えば、そうですね、1週間の中で考えてもらったら、月曜日にめちゃめちゃやる気は出ないけど、なんか木曜日、金曜日くらいになったら、もう週の終わりでゴールも見えてきてるし、休みも近いから、めちゃめちゃやる気があるっていう風に、こう、やっぱ日によって、その仕事のやる気とかね、一日のその生活のやる気とかが上がる下がるっていうのは当然あるかと思います。で、これ、結局どうしたらいいかな、その総量が違うし、集中できる人、そうでない人ありますかっていう質問だけだったとしたら、うん、ありますよっていうふうな答えで終わっちゃうんですけど、それだけじゃないってことですね。結局、じゃその上でどういうふうに行動してたらいいですかっていうことを多分聞きたいんじゃないかなと思うんですが、どういう感じでいくかっていうと、あ、次びっくりポイントなんで気をつけてください。はい。でなので、例えば、このバイオハザードの、人生相談の中で、トゥードゥーリストをどうこなしていったらいいかとか、優先順位どうつけていったらいいかっていう話をさせてもらったんですけど、その上で、やらないことリストっていうのを作った方がいいよみたいなこともお話ししたんですが、それだけじゃなくて、そのトゥードゥーでも、なんかすごくうまくいく日とうまくいかない日っていうのが多分あると思うんですよね。なんかうまいこと、いろいろと目標を立ててやってみたら、うまいこと全部がなんか叶っていくっていう日もあれば、昨日はこの量できたのに、今日これうまくいかないなっていう日とかっていうのが、まあ、結構分かれてると思うんですよ。それっていうのは、やっぱり当然その日の最初のスタートのモチベーション、エネルギーの持ち量によっても異なってきますし、うん。やる気があるないっていうのにすごい関わってきてるからなんですよね。あ、いたいた。っていうところなんですよ。だから、そのエネルギーによって、やれること、やれないことの量っていうのが、日によって変わって、エネルギーと日によって変わってくるっていうのは、もうこれはもう当然あり得てしまう話なので、その上でどうするかっていうと、めちゃめちゃやる気があるときの目標っていうのと、まあ、目標とかトゥードゥーリストっていうのと、それからやる気が全然出ないなっていうときのパターンと、それからその間くらいのときの、目標っていうのを立ててやってみるっていうのが、まあ一つ基地じゃないかなっていうふうに思いますね。うん。だから今日は、例えば A、B、C の3つの項目ができるけど、なんか、明日は多分 A しかできないだろうなと。うん。で、一方で、明後日はなんかめちゃくちゃやる気が出そうだから、5個くらいやることリストっていうのを作っておこうっていうふうに、そのエネルギーがその日によって、いろいろと変わってくることを予想して、どこまでできるかっていうのをこうリストアップする中で数を決めておくっていうのが重要だと思います。だって、ね、例えば筋トレの話で言ったら、例えば皆さんが、まあ、男性の方だったら、60キロのバーベルを持ち上げられます。女性の方だったら40キロのバーベルが持ち上げられます。でも、例えば、日によって10回連続で持ち上げられることができる日もあれば、日によって5回くらいしかできない日っていうのがあると思うんですね。で、それで5回しか上げられないからダメな自分だって思う方が結構多いと思うんですけど、そうじゃなくって、その日の、コンディション、朝ごはん何を食べたかとか、それまでの、可動ストレッチ何やったかとかって言って、やっぱり多少の筋肉が動くモチベーション、筋肉が動くその可動域とか、それからエネルギー量っていうのは変わってくるんですよ。それって心にも当然起こり得てしまうことなので、そういう意味で考えるとエネルギーの総量は違うっていうのは当然当たり前のことですし、それから、集中できる日とそうでない日の違いを考えて、今日やるべきこととか、明日やるべきこととかっていうのをリストアップしておくっていうのが、まあ非常に重要になってくるんです。になるんではないかなっていうところですね。うん。だからここを無視して、例えば常にもう A、B、C の3項目をトゥードゥーリストで用意して、一生懸命やろうっていう風にしてしまっている人って結構いるんですけど、それでやってみて、実際に A しかできませんでしたとか、B しかできませんでしたってなった人、で、結局自分のこと責めちゃうんですよ。あ、こんなこともできなかった、あんなこともできなかった自分っていう風に、責める要因を自分で作っちゃってるんですよね。でも、本来は今日持ってるエネルギーとか体力だったら、
B までできたら十分だよねっていう状況であることって結構多いんですよ。にもかかわらず C までやっちゃおうとして C ができなくて、うわ C すらできない、ダメな自分っていう結論に至っちゃうんですよ。それはそうじゃなくて、もともと今日のあなたの体力はB までしかできないんですよっていうのを準備しておいた方がいいっていうことなんですよ。B ができたら計画通りです、うん、それでは OK なわけなんですよ、うん、そこを、まあ、自分のそのエネルギーとか体力に相談してどうするべきかっていうことを考えるっていうことが非常に重要になってくるっていうところなので、そこら辺をうまく自分の体調とか気持ちとか、まあ、精神的な部分と相談をして組み立てていくっていうことを心がけるというふうに思います。はい、ちょっと微妙に設定とかありますね。また先になるので、ここくらい質問ちょっといきましょうか。はい、ということで、これだな。はい、続いてはですね、自分軸が見つからないです、こういう風に行きたいという軸がないです、でどうしたらいいでしょうか、漠然と将来に対して不安があるんですけども、好きなことを見つけた方がいいでしょうかっていうことなんですが、これは何パート目だったかな、パート1か2かでこういうお話の質問の類の質問が来てましたよね、うん、で結論言うと、数たくさん触れてくださいっていうのが答えですね、僕なりの答えですね。でこういう人たちってなんか1個か2個なんか このくらいのことをなんかやってみて自分が好きか嫌いかくらいの判断しかつかないっていう人が結構多かったりするんですよね。そうじゃなくて本当は自分の好きなことってなんかもうなんかなんて言うんだろうな、こう彼女とか彼氏とかを見つけるくらいそのなんか天文学的確率だっていうくらいに思っといた方がいいわけなんですよ。だから100個やって1個か2個なんか自分にとって合うなって思うことが見つかればそれはラッキーですし、じゃなかったとしたらまた新しく自分には何が合ってるのかなっていうのを探すことっていうのがまず重要になってくるんですよね。それをやらないで自分には何が合ってるのかなっていうのをなんかひたすら考えるっていうのは、ひたすらそのただただ考えるだけっていうのはもったいないと思いますので、まずはとにかく数触れてみる努力が大事っていうことですね。うん、色々と触れてみて、それでこれは合わないなとかこれは好きにならないなっていうことであれば、また新しいものをやってみる、新しいものをチャレンジしてみるということですね。それがまず一つ大事ですね。だから自分軸が見つからないっていうのも、多分自分軸を見つけるこれだっていうふうに言えるほどの数いろんなこと触れてないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、おっとこっちか、この質問か、うんうんうん、そうなんですよ。っていうことなので、まずはたくさんのことに触れてみる、例えば旅行に行ってみるとか、美術館に行って絵画に触れてみるとか、水族館行って海洋生物を見てみるとか、それからまあ、実際に自分で絵を描いてみたりとか、ものを、水族館に行ったんであれば、その海洋生物興味持って、なんか何かしらのこう魚を育ててみるとかね、そういうことをいろいろやってみるとか、うん、そういうことにチャレンジしてみるっていうのが大事だと思うんですよね。それをやらずして、なんかいろいろとね、なんて言うんだろうな、紙に書き出して自分の好きなことは一体何なんだろうとかね、こういうことが好きなのかないことが好きなのかなっていうことを考えるだけだったら、結局ね、実際に触れてみたときに、あ、やっぱりこれ違ったなっていう風になって、結局軌道修正がかかってしまうケースっていうのが非常に多いんですよ。で、そうならないためにも、やっぱり自分にとって、こういうことが好きなんだな、ああいうことが好きなんだなっていうことを、掴むきっかけっていうのをどんどんやっていかなくちゃいけないというところなので、まずはたくさん触れてみるというのが大事ですね。で僕個人の話でいくと、僕やっぱり旅行が好きなんですけど、どこかしこ旅行行っても楽しいかっていうと、どうやらやっぱりなんか過ごしてきたのが大阪なので、ある種都会なんですよ。都会っ子だとやっぱり田舎地域とか行っても、まあ空気とかね楽しかったりするんですけど、ある程度ちょっと賑やかな場所に行く方が楽しかったりするんですよね。だから海外旅行なんか行っても、東南アジアっていうちょっとその発展途上、いわゆる発展途上国って言われるようなところに行くよりも、そのハワイみたいなリゾート地に行くとか、ロサンゼルスとかバルセロナみたいな都会とか、いわゆる観光地って呼ばれているようなところに行く方が個人的には楽しいなっていう感覚だったりするんですよね、うん、っていうところなんですよ。うん、あれ、ちょっと待って、何かまだある。
というところなんですよね。で、その上でさらにその観光地とかを巡っていく中で、さらに自分がどういうところを回っていきたいのか、どういうところに行くと楽しいのかっていうと、もう一つは自分が、バスケットボールがものすごく好きなので、いろいろやってみた中で、やっぱ NBA を生で見るっていうことが自分のやりたいこと、好きなことだっていうのは、自分自身が見つからないっていう話ちょっと違うんですけどね。でも生涯かけて、どういうことを目指してやっていきたいかっていうと、僕は NBA で30チームが、アメリカに22チームと、カナダに1チームで30チームが、プロチームとしてあるんですけど、僕としては、その30チームすべてのホームコートに行って、で生で試合を観戦するっていうのが一つの人生の中での大きな目標になってるわけなんですよね。で、そういったところに行くことによってどうやって行ったらいいのかとか、周辺の雰囲気はどうなのかとか、それから行き方はどうなのか、どんなホテルに泊まるといいのかっていうことを自分の肌身に感じて、それをまた発信して、で、多くの人は多分How are you involved? Leave it alone. You are out of your NBA 興味ある人で日本人だったら行けたらラッキーくらいだと思うんですけど、そんなその NBA に行きたいなっていう人たちが、自分の応援チーム行きたいけど、でも行こうと思ってた地域がもしかしたらちょっとヤバいところかもしれないっていう可能性があるんで、行ってみたら行く前にものすごく不安なこともあるんで、どんな行き方をしたらいいかとか、どんなとこ泊まったらいいかとか、行き方はどうかとか、いろいろ考えた上で、じゃあこのチームならちょっと自分の応援チームとは違うかもしれないけど行ってみようかなっていう、そういうねきっかけ作りを僕はしたいなっていうのが一つ目標としてあるんですよ。で、それをするためにはやっぱり自分が30チーム経験して発信するための、種を作っていきたいっていうのがあるんですよね。僕個人としては今行ったことがあるのがステイプルズセンターだから、ロサンゼルスレイカーズ、ロサンゼルスクリッパーズっていう2チームのホームなんですよ。で、そのホームの行き方とか、周辺どんなことがあるのかっていうのは肌身に感じているので、どんなところに泊まったらいいかとか、どんな観光地回っついでに回ってって行ったらすごいいいのか、おしゃれなのか分かる、効率がいいのかとかっていうのが分かっているので、そういう情報なんかっていうのは発信したいなと思ってます。一回実際発信してるんですよ。今年の1月31日かなに、ロサンゼルスレイカーズとロサンゼルスクリッパーズのホームコートの行き方はこうですっていうのを、ちょっとね、僕がそれを思いついたのがこっちに帰ってきてからの話だったので、実際のその場面の動画とか撮れてないで、付近こんな写真があります、こんな風景がありますっていう写真くらいしかね、ちょっと動画で上げることはできなかったんですけど、そんな感じで上げたりして、今度はね実際の歩くルートなんかっていうのをこう動画で撮りながら、皆さんに発信をしていきたいなっていうふうに考えてるんですが、ところなんですね。だから僕のやりたいことって一つは NBA 30拠点全部回った上で、そのどうやって行くのかとかっていうのを皆さんに発信をしていきたいっていうのが一つですね。で、それは僕はありがたいことに父親に日本国内とかだったら、父親母親にね日本国内でもうなんかいろんなところ、多分行ってない都道府県がほぼないくらい、44都道府県くらい僕回ってると思うんですよ。ってなって、旅行がすごい好きだっていうのを実感させてもらった上で、で海外旅行にも手を出してみたら、そういう大きな目標が一つ見つかったっていうところなんでね、そんな風にたくさんのことに触れてみて、自分がこれは好き、これやってみたい、こういうことを目標に人生生きがい持ってやっていきたいなっていうのを見つけてもらえたらなというふうに思います。ということでね、今日は多く3つの質問に答えをさせていただきました。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。